城の中には、左は、セイミカエルレイル霊杯道フリードリヒトアレクサンドリーネの、墓法エンツォレルン城は、ドイツ帝国の皇帝ホー・エンツォレルン家の発祥の地に、立つ城である。ドイツ連邦共和国シュバーベン地方の、バーデンビュルテンベルク州の中便原行政管区、ツォレルンアルプ群平浜原市の南、海抜855メートルの法エンツォレルン山の頂に建てられた城である。 現在の城は三代目で、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世が、プロイセン王になる前の大使であった時に再建を決め、没後の1867年に完成したものである。現在は、毎年30万人以上が訪れる観光地となっている。2016年の映画、キュア禁断の隔離病棟、2017年の TV、ドラマ、ミルドレッドの魔女学校の撮影に使用された。 その他、コンサートや、結婚式場など各種イベントが行われている。法エン・ゾレルン家については11世紀までしか、遡れない。法エン・ゾレルン家の元の名であるゾレルン家、シュバーベンの一部を支配するのは、ゾレルン伯爵であった。1218年に、ゾレルン家は、領地の分割を行って、長男のコンラート一世が、フランケンの領地とニュルンベルク城白の地位を得て、 後のプロイセン王国の王家の祖となる一方、次男のフリードリヒ二世は、シュバーベンの領地とゾレルン伯爵の地位を得た。この血統は後にホーエンツォレルン・ヘヒンゲン家と呼ばれる。シュバーベンの空中楼閣、カストロ・ゼラーについて1267年に言及されていることから、この頃には、ゾレルン城はできていて、ゾレルン・ヘヒンゲン家の城であった。14世紀に、ゾレルン家を、 ホーエンツォレルン家と改め、城名もツォレルン城からホーエンツォレルン城となる。この城は1423年には完全に破壊されている。その後再建され、30年戦争では要塞として使用された。その後は所有する城主が何度も変わっている。同時にホーエンツォレルンヘヒンゲン家はプロテスタントに改修せずカトリックのままで通していたが、 ドイツ帝国成立直前の1869年に断絶した。最初の城建設された時期は、不明、11世紀頃から1267年の間にはすでに建てられていた。1423年に、シュバーベン帝国自由都市から来た部隊に包囲、占領され、完全に破壊された。二代目の城1454年に、 強固な城として建設が開始された。30年戦争の中頃の1634年にビュルテンベルク軍に占領され、約1世紀にわたって新生ローマ帝国のハプスブルク家の城となる。オーストリア継承戦争の1744年の冬から1745年にフランス軍によって占領される。戦後、ハプスブルク家の手に戻ったが、 1798年に、オーストリア人の最後の所有者が城を去った後は、放置され、廃墟となった。19世紀初頭までは、セイミカエルレ・レ3三代目の城、フリードリ・ヒビル・ヘルム4世が1819年の、ドイツ南端を通るイタリアへの旅行中、自らのルーツを見つめ直し、城を再建する要求にかられ再建を決めた。ホーエン・ツォレルン城のザンクト・ミハイル・両方に、 埋葬されている人物の一覧、ありがとうございます。